ございます。時刻は9時30分を回りました。 FM ギノワンから嘘のような本当の話、今週もまた元気にお届けしていきます。パーソナリティは私メイが今週もお届けしていきます。そして東京の WOO イーストドクター水素ボトルの北条雅弘さん、今週もよろしくお願いします。はい、おはようございます。よろしくお願いします。先週に引き続きゲストは神奈川県から池田さんご夫婦でお越しいただいております。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今週はそのサポートマークというものを池田さんは力を入れて取り組んでいらっしゃるんですけど、そこについて詳しくお話を聞けたらなと思っております。はい、かしこまりました。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ちなみにそのサポートマークを始めようと思ったきっかけをちょっと詳しくお聞かせいただけますか。はい、私がうつ病になってから、約今から3年前ですかね、3年4年前に、ちょっと体の調子が良くなってきたので自立訓練施設っていうものがありまして、いわゆる生活リズムを整えるっていうような形でそこの訓練所に通って毎日、体調を取り戻して、社会復帰っていうような場があるんですけども、そこに、通所するのに、ヘルプマークをつけていたんですけども、ヘルプマークつけていてもこう自分が苦しくなってこうなんていうでしょう、しゃがみ込んだりとかしても誰もにもこう助けてもらえなかったりしたんですね。でじゃあこのヘルプマークって何のためにつけてるんだろうって僕自身が思って、じゃあその就労自立訓練施設の方々に、通所してる人たち、それからスタッフの方たち皆さんに聞いたんです。ヘルプマークってこういうのがあるんですけど皆さん知ってますかって聞いたところ 50% の人しか知らなかった。手を挙げてくれた方だったが、詳しく知ってますかって言って知ってるって答えた方が2割しかいなかった。これはちょっと、いろんなところに、公共の交通機関、電車やバスの中にポスター、駅にもまあポスターとか貼ってあるんですけども、あ、なかなか興味ない方はこういうの見ないよねって僕自身も思っていたので、であればそういうマークをつけてる人を逆に助ける側のマークって作ってみたら面白いのかなっていう発想になりまして、サポートマークっていうのを作ろうと考えました。なるほど。やっぱりヘルプマーク見たことはあるんですけど私も詳しくは知らないので、そうですね、興味を引く一環にもなると思います。はい、ヘルプマークをつけてる人は先ほど、いつも苦しいわけではないんですよね。なので助けてほしい時に、助けてもらいたいんですけども、皆さんが勘違いされて、勘違いされてっていうか、まあ、知られていないので、ヘルプマークイコール席を譲った方がいいと思って無理に譲って、ヘルプマークの方がいや結構ですって断っちゃって、もうヘルプマークの人にこうやって声せっかくかけたのに断られてしまったからもう声をかけたくないとかっていうのを SNS なんかでよく見かけるんですね。なるほど。であればちゃんと逆に助けたいっていう気持ちを持ってる方ってたくさんいらっしゃると思うんですよ。でもその気持ちって目に見えないですよね、なのでじゃあ目に見える形にさえすればお互いに助け合いがすんなりいくんじゃないかなということで、助け合いの見える化ということでサポートマーク普及活動ということでやらせていただいてます。なるほど。やっぱり立ち上げ当初はいろいろ苦労があったと思うんですけど、最初から立ち上げ当初から今までどんな変化がありましたか。そうですね、うつ病の中で立ち上げたので、立ち上げるっていうこと自体もメンタルクリニックの先生からいやちょっとそれはまずいんじゃないかと、今の病状の中で会社を立ち上げるっていうのはちょっときついんじゃないかと言って止められはしたんですけども、いやもう僕はこれをやるっていうふうに決めたんでって言ったら、今はじゃあそういう気持ちになってるってことはもう鬱ではなく躁の状態、
上に上がってしまっている状態なので、うん、そのまんまもう一気に走り抜けて一気に会社作っちゃいなさいと、うん、でその後必ずできた終わったやったって思ったら次の瞬間に必ずドンと下がるよと、下手したら3ヶ月から6ヶ月寝込むよって、それを覚悟の上でやるんだったらいいよっていうふうにメンタルクリニックの先生に言われたんですね。なんか燃え尽き症候群みたいですね。そうです、もともとうつ病って燃え尽き症候群みたいなもので、はい、自分が一生懸命やってきたそこでふとした時にうつになってしまうっていうのがあるんですけども、うつ状態の中でもやっぱりそういうふうに躁状態になったりうつになったりっていうのが、まあ躁うつ病っていうのもありますし、そういうことがあるんですけども、僕の場合はもう本当に仲間がいなかったので、全てこれを一人で NPO って何だろうっていうところから調べて、で NPO を立ち上げるために何が必要なのか、どんな種類が必要なのか、でその活動をするためにじゃあサポートをしよう、サポートマークっていうのを作ろうと思っても、じゃあデザインは誰がするんだろうとか、いろいろこう会社を作るためにエクセルに書き出していったんですね。そしたらものすごい人材が必要なんですよ、うん、これはちょっと厳しいかなとは思ったんですけども、結局はもう躁状態に入ってるんで、わずか2ヶ月ぐらいで全部やってしまって、会社ちゃんと登記するまでに4ヶ月かからずに登記してしまったんですね。でサポートマークっていうマーク自体も、きちんと商標登録をしまして、他では使えないようにということで、今はサポートマーク普及活動っていう形で、参助会員になっていただいた方に、一口500円なんですけども、はい、缶バッジですとかステッカーですとかキーホルダーですとかっていうのを、お配り頒布しているというような活動内容になります。うん、結構身につけやすいグッズが多いのと、あとデザインが個人的に可愛いなと思いました。ありがとうございます。うん、デザインとかも本当に僕苦手で、文章を書くのとかも本当に苦手だったんですけど、本当躁状態っていうのは恐ろしいもので、デザインからその文章からもう全て全部一人で、ポスターからパンフレットからっていうのも全部一人でデザインをして文章を作ってっていうことを、今の時代っていうか今でしたらチャット GPT があるので、こういうことをしてって書けば全部出てくると思うんですけど、当時はまだね3年前それ出てなかったんで全部自分でやったんですけども、でもそのやった経験っていうのは今すごく生きてまして、実は神奈川県の SDGs パートナーというのに登録をしていただいてさせてもらってるんですけども、はい、その中でこう展示会みたいなのがあって、そこで展示ブースで私のブースの目の前が高校私立の私立の高校のブースだったんですね。でそこの先生と名刺交換をしていたら、しばらく経ってから3ヶ月ぐらい経ってからですかね、そこの、先生教頭先生なんですけども電話かかってきて、実はうちの高校生女子高生が NPO を作りたいって言ってるんだけども、池田さん手伝ってくれませんかっていう話にも今なってます。はあ、すごい発展の仕方ですね。じゃあそれでは一旦 CM に入ります。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 サポートマークが普及され始めて最近見かけることが多くなったって方もいらっしゃると思うんですけど、どのように広がっていったんですか？はい、立ち上げて最初の2年間ぐらいは本当に鳴かず飛ばずで、私自身が動けなかったものですから、SNS からの発信のみだったんですね。でそんな時に、田村敦さんが、ヘルプマークを
ちょっといじってっていうあのエンターテインメントの業界の方がいらっしゃいまして、はい、でそれを、テレビの中で淳さんがヘルプマークを僕は知らなかったっていうふうに言って、そしたら SNS で炎上っていうか叩かれたようなんですよね、淳さんが。ですぐヘルプマークとは何ぞやっていうのを淳さんが自分で調べて、でヘルプマークはこういうものでしたと、勉強になりましたと。で次のツイートにすぐヘルプマークではなくサポートマークというのがありますと、こちらは助ける側のマークですというのをツイートしてくださったんです。なるほど、はい、もうそれで一気にわっと広がってですね、でまあうちのホームページから画像を撮っていただいて、毎週木曜日の夜11時から淳さん YouTube の生放送やってるんですけども、その画面の中にもずっとサポートマークを出していただいて、サポートマークの話をしていただいたんですね。で、淳さん株式会社ロンドンブーツっていう個人事務所を立ち上げていらっしゃったんで、そこにすぐサンプルをお送りして、そしたら淳さんが自分のリュックにサポートマークをつけて、その写真を送ってきてくださって、でまた SNS にも上げていただいてっていうところで、またわっと広がってですね、なるほど、そこから、企業様からもやっぱりね、インフルエンサーの力すごいなっていうぐらい、いろんな会社からお問い合わせいただきまして、で今では一番お世話になっているのはピザハットさん。あ、そうですか、はい、が、全国600店舗あるんですけども、そこの入り口すべてにサポートマークを A4 ぐらいの大きさに広げて、貼っていただいて、何か困ったことがあったらスタッフにお声掛けくださいっていうコメントも入れて入り口に貼ってくださっていると。なるほど、はい、すごいですね、どんどん広まってきてますね、はいはい、他にもですね、有徳薬品さん、カットバンってご存知ですかね、はい、絆創膏のブランドの一つでカットバンってあるんですけども、そのメーカー様からもご連絡いただいて、MR の営業さんたち全員がキーホルダーをつけたいということで、何百個単位でお申し込みをいただきまして、はい、それを妻と2人で全部手で詰めてですね、キーホルダーを500個段ボール2つでお送りするっていうところまで、はい、今なってます。嬉しいけど大変な作業でしたね。そうですね、はい、なんとお二人でやってるんですもんね、はいはい、嬉しい悲鳴でしたね、本当に。でもすごくこう、ね、壮大なテーマですけど、お二人で、ね、取り組まれるとやっぱり大変ですよね、はい、でも理事、ね、NPO なので理事たちがいるので、その方々がもう独自に自分たちの判断でいろんなところにご紹介をしてくださって、そこからお申し込みもいただいているので、その辺はもう力をもう存分に借りていますので、僕だけではないので、動いているのは仲間がいますので、今はですね、最初はいなかったんですけどね、今はもう心強いメンバーがいるのですごく助かってます。よかったですね、はい、いろんな方の力を借りて、これからどんどん広まっていくと思うんですけど、その何か告知とか、そのこのラジオを聞いている皆様にお伝えしたいこととかありますか？はい、これもやっぱり SNS なんですね。 SNS の力ってすごいんですよ。国連の関連の、団体さん、一般財団法人国連支援財団の、事務局の次長様から、DM をいただいて、でその方と、まあ、最近よくお会いしてるんですけれども、はい、国連支援財団から、感謝状までいただいて、というのは、先ほど高校生の NPO 立ち上げの話をしましたけれども、そういうことまでやっていると。自分たちのことだけではなく、他の NPO を立ち上げる協力もしているということを評価していただいて、実は今までにNPO3 団体立ち上げるお手伝いをしてるんですね。私一人で作ったものですから、全部書類があるので、それをギュッとこうまとめてですね、 Excel の1ファイルで
これさえあれば全部 NPO が立ち上げられるっていうものを、僕がマニュアル化したものを作ったので、それをお渡しして、 あとは名前とかやりたい項目を変えるだけで、NPO の立ち上げ書類ができるというようなものを作ったので、それを渡して、まあいろんな方に NPO 活動を始めてもらいたいっていうような話ですとか、自分のやりたいこのサポートマークをはじめとした、先ほど言っていた、自立訓練施設とか、それから就労支援施設、継続の A 型 B 型とかっていうことをこの先やっていきたいんですけども、そういう夢もちょっと語らせてもらったら、財団の方から一緒にやろうというお話をいただいて、今そこのオープンに向けて進めているというところなので、ぜひ皆さんに、ご協力いただければと思ってますので、インターネットでサポートマークと検索していただければ、ほぼ必ず一番上に出てきますので、そこからホームページ見ていただいて、トップページに趣旨とかも書いてありますの でご賛同いただければ、参助会員として入っていただいて、で、まあ、何口でも入れるんですけれども、そこから、好きなサポートマークの種類を選んでいただいて、お申し込みいただければ、すぐに発送いたしますので、ご協力いただければと思っております。はい、それでは一旦 CM に入ります。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。池田さんが先ほどピザハットさんでサポートマークの普及活動を手伝ってくださってるっていうふうにお聞きしたんですけど、具体的にどんな活動をされてるんですか？はい、ピザハットさんはですね、先ほども話したように店舗の入り口に大きくサポートマークを貼っていただいて、困っている方がいたらスタッフにお声掛けくださいっていうことをまずは表示を店舗でしていただいてるんですけども、もともとサポートマークの普及活動をする前から、デリバリー時に、困っている人がいたら助けなさいという社訓じゃないですけど、会社の社風があったんですね。で、多分なんですけども、まあ、配達時にはピザ冷めちゃうの で、人助けはなかなか難しいかとは思うんですけども、帰りはね大丈夫なのでっていうことで、実際に徘徊してる方を助けて、警察に連絡をしたり、怪我をしている方を見つけて救急車を呼んだりということで、もうすでにサポート活動されている会社だったんですね。はい、でさらにすごいのは、そういう活動を会社が認めていて、そういうことをした社員を表彰している、なかなかないですよね。そうですね、はい、だからそうすると結構この社員のモチベーションって上がって、いい会社として回っていくっていうのはそういうところなんだなっていうのを目の当たりにしましたね。やっぱりそのオーナーの気持ちがストレートに出てていいですよね。それって気持ちいいですよね。そうですね、社員側としてもその人助けしやすい環境になると思うので、かなり効率的ではありますよね。ですよね。仕事中に例えば自分が商談に行くとかっていう時に、困ってる人を見かけて、あ、助けたいなと思っても商談の時間があるからどうしてもってやっぱり思ってしまいますよね。そうですよね、やっぱり次があるからっていうのが、はい、でそこでもし相手の社長のことをよく知っていればとか、その訪問先の方のことをよく知っていれば、でまた自分がこういう活動サポート活動してますよっていうことを相手が知っていれば、ちょっと人助けをしたいので時間遅れてもいいですかっていうような電話一本して人助けとかもできると思うんですね。そうですね、はい、そういうふうになっていったらもっと日本って住みやすくなるでしょうし、今障害を持っている方、例えば全盲の方で白杖ついている方とか、車椅子を乗っている方とか、皆さん思われているのは、自分たちが外に出ることによって人に迷惑をかけてしまうんじゃないかっていうので、外に出ないようにしているって思っている方がたくさんいらっしゃるんです。
それは僕は違うなと思って、うん、もっと周りが優しくなればみんなが助けてあげられるような社会になっていればそんなこと全然思わず平気で、ね、外に出ればいいと思いますし、うん、例えばですけどヨーロッパなんかですと最近のメトロとかそういうのは日本と同じようにホームと車体が水平なので、はい、乗り降り簡単にできるんですけど、うん、大陸横断鉄道とか、うん、長距離列車は未だに階段登ってホームが地べたにあって階段3段ぐらい登って電車に乗りますよね。なるほど、はい、そういうところに車椅子の人が平気で向かっていくんですよ。そうすると周りの人とか電車に乗ってる人が降りてきて車椅子ごと電車に乗せちゃうんですよ。でお互いにありがとうって言って普通に去っていくんですよ。もう自然とできてるんですね。はい、だからそれがまだ日本には文化としてなっていないのでそういうとこまで行けたら素敵だなと思いながら活動してます。やっぱりちょっと国民性もあるんですかね。周りの目が気になるとかもあるかもしれないですね。はい、恥ずかしがり屋なところとかねそうですね、うん、自分だけがこうやると目立ってしまうとかって思われるかもしれないんですけど、その思ってるっていうか持ってるその優しさは全然出してもらった方がよっぽど人間らしいですし、うん、手伝った後って絶対気持ちいいはずなんですよ。自分もいいことしたなって優しい気持ちになれると思うのでぜひそこはいろいろと活動していただければなと動いていただければなと行動に移していただけたらなというふうに思ってます。その自分がどこまで手助けしていいかっていうのがやっぱりよくわからないのでそのどんな障害を持っている方がいてでどういうことで困っているのかなっていうのをちょっと勉強することも大切ですよね。そうなんですよね。でうちの方では、内閣府の、障害者ページに出ている12個の障害者マーク、まあ、障害病のマークをすべて紙芝居形式でこれ何のマークでしょうって言ってこれはこういうマークですっていうのを企業さんに説明をしたり、あと昨年の12月の頭には人権週間っていうのがあって横浜市内の小学校でそれを実際に小学校5年生相手に、説明会を開きましてそれが結構好評だったらしくてもうまた今年もお願いしますという連絡が最近来ました。はい、素晴らしいですね。これからどんどん広まっていくと思うんですけどそのやっぱりいろんな人に勧めたいものでありものですね。そうですね、うん、まず知っていただくっていうところから始められればなと思ってます。うん、サポートマークを知っていただくのもそうなんですけどもサポートマークを申し込みいただくとその今言っていた12個の障害者や病のマークの説明が入ったパンフレットも同封されてきますのでそれを見ていただいてあこのマークはこういうことなんだっていうのを1回でも見ておけばあなんとなくあ見たよなって、うん、じゃあ人にはこういうことが必要なのかなって困ってそうだったらこう行動に移せる。やっぱり基礎知識がないとそれができないのでその面では1回申し込みいただいてそういうパンフレットを読んでいただければと思います。どうでしょう、ラジオ局その FM 宜野湾さんにご連絡いただいてもいいですかね。はい、宜野湾さんにもうパンフレット等お渡ししましたのでそこからでも結構ですし、うん、あとはインターネットでサポートマークと検索していただければほぼ間違いなく一番上に出てきますので、うん、そこから、弊社のホームページを見ていただければと思います。はい、じゃあ皆さんもし気になった方がいらっしゃいましたらFM 宜野湾またはサポートマークで検索をお願いします。でいろいろ深い話が聞けて大変勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。
今週も嘘のような本当の話、いろんなお話がたくさん聞けました。また来週も、よろしくお願いします。今週は私パーソナリティのメイとドクター水素ボトルの北条雅弘さん、そしてゲストの池田さんご夫妻でお届けしました。また来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。